こんにちは。こんばんは。今回は、ウプ主がゲオのセールに行ってきた話をするぜ。いや、前回の購入品の動作確認はどうしたのよ。それは一旦後回しにするぜ。なんか前にもこのパターンあった気がするわね。気のせいだぜ。いや、気のせいじゃないから。まあ細かいこと気にしすぎてハゲ散らかした赤まんじゅうさんのザレ言は聞き流しておくとして、今回は11月2から4日に行われているゲオのセールでウプ主が買ってきたものを紹介するぜ。うん、あんたの毛を二度と生えないようにむしってあげるわね。私じゃなくてむしるならウプ主のをどうぞ。いや、すぐウプ主を盾にするんじゃないわよ。まあウェルカムおふざけはこれくらいにして本題に入ります。何よウェルカムおふざけって。軽く説明すると、今回のセールでは480円以下のゲームが100円になるっていうセールでした。ウプ主は今回のセールノーマークだったんだけど、コメントで教えてくれた方がいたので急遽行ってきました。そうだったのね。教えてくれた方ありがとうだぜ。ちなみにいつもの購入品紹介動画は調べ物して一度原稿書いてから編集作業に移るんだけど、今回は原稿は書かずにいきなり編集作業してるので、いつも以上に情報に間違いがある可能性が高いです。いきなり言い訳してるし。いや、ほら、だってこういうイベントごとはなるべく早く動画にしたいじゃないか。まあそうだけれども、なのでいつも以上に雑な編集になってしまうとは思いますが、ご容赦いただければと思います。一応今回もウプ主がゲオに行った当日の駿河屋、Amazon の価格を参考までに載せておくぜ。今回も駿河屋は送料別、Amazon は送料込みの最低価格を載せているぜ。なぜこのような参考価格になっているかは、最初のブックオフ行ってみたの回に説明があるから、そっちも見てくれると嬉しいぜ。説明欄に URL も載せておくぜ。いつもの定型文です。ってことなんだけど、駿河屋は送料が変更されて、さらに通信販売手数料っていうのもかかるようになったみたいなので、送料や手数料に関しては駿河屋の HP で最新の情報をチェックしてみてくれだぜ。では今回購入したものを紹介していくぜ。まずはアドバンスのソフトから。ファミコンミニ、スーパーマリオブラザーズ、100円。この商品のネットでの価格は、駿河屋、590円、Amazon、341円、だったぜ。480円が100円になったってことよね。そういうことだな。あ、最初に言っておくと、今回の購入品はすべて箱節付きの A ランク商品で、元値が480円のものを買ってきました。一番割引率がいいものだけ買ってきたのね。まあそういうことだな。このゲームは今更ここで説明する必要もないと思いますが、一応言っておくと横スクロールのアクションゲームです。うん、それいらない情報ね。ファミコン版も持ってるし、クラシックミニにも入ってるから、これで遊ぶことあるのかって言われるとなさそうな気もしますが、これだけ綺麗な状態で100円ならコレクション用として買っとくのもありかと思って買ってきました。そういうことしてるからどんどん部屋が狭くなるんでしょ。聞こえません。相変わらず都合の悪いことは聞こえなくなるのね。次に行くぜ。次はプレステのソフトだぜ。ココロクロイス物語に、100円。この商品のネットでの価格は、駿河屋、580円、Amazon、520円、だったぜ。元の値段だと大体ネットで買うのと同じくらいね。ああ、ウプ主の行動範囲だとハードオフやその他のリサイクルショップでも大体500円前後で見かけることが多いかな。こちらのジャンルは RPG で、ココロクロイスシリーズ第3作目の作品です。2なのに3作目なのね。ああ、1と2の間にポポローグっていう番外編的な作品が同じくプレステで出てるぜ。ウプ主は当時1作目のポポロクロイス物語にハマってポポローグも買ってプレイしたんだけど、ポポローグは結構難しかったので途中までプレイしてやらなくなってしまいました。そうなのね。ポポローグも面白いゲームだったんだけど、名前にもあるようにローグライク的な要素の入ったゲームなので、ウプ主にはちょっと難しかったな。で、この2は未プレイでいつかは買っておきたいと思っていたので、今回100円だったので買ってきました。次に行くぜ。次は PS3 のソフトだぜ。ロストプラネット、エクストリームコンディション、ベスト版、100円。この商品のネットでの価格は、駿河屋、330円、Amazon、337円、だったぜ。これは元値だったらネットの方が安かったわね。そうだな。このゲームのジャンルは TPS で、前回の動画で紹介したエクストルーパーズと世界観を共有しているっていうゲームだな。前回言ってたやつを早速買ってきたのね。ああ、まあでもこの動画作ってる時点だとまだエクストルーパーズ未プレイだから自分では何とも言えないけどな。ちなみに前回も言いましたが、ウプ主はロストプラネットシリーズは2だけちょこっとプレイしたくらいです。次に行くぜ。ロストプラネット3、100円。この商品のネットでの価格は、駿河屋、340円、
Amazon、252円、だったぜ。これも元値だったらネットの方が安かったわね。てかまたロストプラネットじゃない。ああ、さんもせっかくなので買ってきました。そういえばにはやったことあるって言ってたけど持ってるの。いや、友達のうちでちょこっとプレイしただけなので持ってません。が、そのうち購入品紹介で出てくると思います。溜め込まれた購入品の中にあるってことね。そこはご想像にお任せします。次に行くぜ。デモンズソウルベスト版、100円。この商品のネットでの価格は、駿河屋、410円、Amazon、416円、だったぜ。これは元値だとネットよりちょっとだけ高いくらいね。このゲームはキングスフィールドの流れを組むサンディのアクション RPG だぜ。キングスフィールドは3をこの前ちょっとプレイしてたわね。そうだな。ちゃんと調べてないから間違ってたらごめんだけど、デモンズソウルはいわゆるソウルシリーズの最初の作品だったと思います。キングスフィールドの流れを組むだけあってやっぱりこのシリーズもかなり難易度高いみたいです。キングスフィールドさんでもウプ主最初死にまくってたしね。ああ、けど慣れてくるとだんだん進めるようになってくるのはなかなかに楽しかったな。デモンズソウルも一度は触ってみたかったので100円ゲットできたのは良かったかな。次に行くぜ。次はビータのソフトだぜ。機動戦士ガンダム、エクストリームバーサスフォース、100円。この商品のネットでの価格は、駿河屋、450円、Amazon、686円、だったぜ。これは Amazon だとまあまあするのね。そうだな。まああくまでウプ主がチェックした時点ではだけどな。このゲームは対戦型のアクションゲームで、Wikipedia さんによるとガンダム VS シリーズとしては第12弾。エクストリーム VS シリーズとしては第4弾の作品になるみたいだな。VS シリーズってアーケードで人気のやつよね。ああ。けどどうやらこちらのエクストリーム VS フォースはアーケードからの移植ではなく家庭用オリジナル作品みたいです。へえ、そうなのね。ただこれ Amazon でえげつない数の低評価ついてるのであんまり期待しない方が良さそうだな。そうなのね。まあ自分で実際にプレイしてないから何とも言えないけど他のエクストリーム VS シリーズとはだいぶ違う感じみたいだな。ちなみにウプ主はエクストリーム VS シリーズはアーケードではプレイしたことないんだけど、PS3 で最初に出たやつは結構ハマって当時よくプレイしてました。次に行くぜ。ガンダムブレイカーに、100円。この商品のネットでの価格は、駿河屋、778円、Amazon、752円、だったぜ。おお、これは元値で買ったとしてもネットより安かったわね。そうだな。ゲオって安売りの時以外はネットより高いイメージあるけど、物によっては普段からネットより安く買える場合もあるってことだな。このゲームはガンダムブレイカーシリーズの第2作目の作品で、ジャンルは爽快共闘アクションっていうみたいです。また聞き慣れないジャンルね。まあ要は作ったガンプラを戦わせることができる夢のようなゲームってことだと思います。ちなみにウプ主はガンダムブレイカーずっと気にはなってたんだけど、なんかプレイするタイミングを逃してしまって今まで未プレイでした。ウプ主一時期ガンプラ作りにハマってたくせにやったことないのね。ああ、恥ずかしながらそうなんです。PS3 版の1もあったから買ってこようか迷ったんだけどとりあえずはこっちだけにしときました。次に行くぜ。ファイナルファンタジー X2 HD リマスター、100円。この商品のネットでの価格は、駿河屋、960円、Amazon、837円、だったぜ。おお、これも元値でもネットより安いわね。ああ、今回買ってきた中ではこれが一番お買い得だったかな。このゲームは PS2 で発売された FF102 の HD リマスター版で、PS3 版の方は1枚のディスクに102が収録されての発売となりましたが、ビータ版はそれぞれ個別に発売されたみたいです。ちなみに後に PS4 やスイッチや Xbox One でさらに映像が綺麗になったリマスター版も出てるので、今やるならそっちの方がいい気がしなくもないですが100円なのでとりあえずゲットしてきました。セーブデータは PS3、PS4、ビータでクロスセーブに対応しているらしいので、ビータで途中までプレイして PS4 版買ったら続きを PS4 の綺麗な映像でプレイすることも可能です。へえ、そうなのね。ちなみにウプ主は PS2 版の10は全クリしたけど102は途中までしかプレイしてません。そうなのね。ああ、確か途中なかなか倒せないボスがいて諦めちゃったような気がするぜ。次に行くぜ。東京ザナブー、100円。この商品のネットでの価格は、駿河屋、448円、Amazon、490円、だったぜ。これは元値だったらネットと同じくらいだったわね。このゲームのジャンルは都市型神話アクション RPG だそうです。要はアクション RPG ってことよね。多分な。
最近のゲームは独自にジャンル付けしてるもの多いのかな。まあ PS 時代も結構パッケージに独特なジャンル書かれてることあった気もするけど、このゲームはファルコム初の現代劇だそうです。東京の郊外にある架空の都市、森宮市を舞台とするアドベンチャーパートと、異界迷宮ザナブーを舞台とするアクションパートに分かれているみたいだぜ。軽く調べてみただけだけどなかなか面白そうなゲームだぜ。そうなのね。ウプ主はプレイしたことないんだけど、同じくファルコムの奇跡シリーズをプレイしてるとなんか色々楽しめるネタが入ってるみたいです。次に行くぜ。次は PS4 のソフトだぜ。ニューガンダムブレイカー、100円。この商品のネットでの価格は、駿河屋、400円、Amazon、399円、だったぜ。これは元値だったらネットの方がちょっと安かったわね。てかまたガンダムブレイカーじゃない。ああそうだぜ。いやさっきガンダムブレイカーはとりあえずにだけ買ってきたって言ってたじゃない。ああ、ガンダムブレイカーはな。いやじゃあこれは何よ。ニューガンダムブレイカー。ついにおかしくなったのね。お前と一緒にしないでください。私は別におかしくないでしょうが。ちゃうねん。ガンダムブレイカーとニューガンダムブレイカーは別物やねん。またなんか変な関西弁になってるし。いやでも冗談抜きで別物って感じの作品になってるみたいだぜ。そうなの。まあ悪い意味でだけど。何よそれ。1から3までの過去の作品とはシステムが大きく異なるみたいで、だいぶアレな感じのゲームになってるみたいです。そうなのね。ああ、Amazon のレビューもやばいくらい星1が多かったな。なんでそんなの買うのよ。そこはやっぱり自分の目で見て確かめてみたいじゃないか。だからなんで嬉しそうなのよ。それにほらちゃんと自分でプレイしてから色々言わないとエアプ野郎だって怒られちゃうかもしれないだろ。いやエアプも何も未プレイだってしっかり言うとりますやん。変な関西弁やめろボケが。いやあんたの方がしょっちゅう使ってるでしょうが。まあおふざけ赤まんじゅうさんのことは放っておいてと。てめえ、今回購入した商品は、アドバンスのソフト1本、プレステのソフト1本、PS3 のソフト3本、ビータのソフト4本、PS4 のソフト1本。以上の10点だぜ。総額1100円だったぜ。うん、10本買って1100円ってすごく安いんだけど、なんか前回の1本10円のやつ見た後だとあんまり安く感じないわね。ああ、動画の順番間違ってるな。まあ今回の動画は急遽作ってるから仕方ないっちゃ仕方ないんだけど。てか今回はビータとか PS4 とかいつもより新しい機種のゲームが多かったわね。ああ、ビータや PS4 のソフトはなかなか普段ジャンク100円で転がってることないので今回はその辺狙ってたってのはあるかな。まあそもそもゲオには古い機種のソフトあんまり置いてないってのもあるけど。あ、あと今回買ったビータソフトは全てビータ TV 対応ソフトなのでウプ主の環境でもちゃんとプレイできるはずです。一応そこは確認してから買ってきたのね。ああ、やっぱどうせ買うならプレイできた方がいいからな。まあ別にビータ TV 対応してなくてもとりあえず買っておいて後で普通のビータ買ったらその時遊ぶのでもいいっちゃいいんだけどな。まあでも無理に買ってくる必要もないでしょ。まあな。あ、前回のヤマダ電機での購入品同様今回も本数が多いので、動作確認の方は何本かピックアップして動画にしようと思ってます。てかまだ前回のやつの動作確認動画上げてないしね。ああ。なので先にそっちを何本かやってから今回の購入品の動作確認動画を出すことになると思います。なんかまためんどくさい感じになりそうね。その辺は多めに見ていただければと思います。ってことで今回はこの辺で終わっておくぜ。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.